方、時間を詰めていただいて、後ろの方にも、参加していただけるようにご協力お願いします。気をつけてね。ガンバガンバじゃない。じゃあですね、まず今日サポミの内容で、新加入選手のコールの方、さっきもバス待ちでやったんですけど、ちょっともう一度ねおさらいしていきたいと思います。まず福光小川、こちら二人はね変わらないです。通常通りのコール。福光どんどんどん福光ですね。じゃあ声出していきましょう。あ、ごめんね、福光からいくね。福光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 。じゃあ小川行こう。らしいので肩書き的には、どんどん期待して、声かけていきましょう。よろしくお願いします。そしてもう一人、外国人選手ネルス選手ですね。さっきバスマッチでは、コールリーダーが言った後皆さんが3回っていう風にお伝えしたんですけれども、これちょっと変更します。4回です。皆さんが4回、俺が、コールリーダー言った後に4回、こっちの方がちょっとしっくりきたんで、ちょっと何回か練習していきましょう。いきます。いきます。外国人選手、もっとね盛り上げていきたいんですよね。やっぱ乗っていけばどんどん活躍してくれると思うんで、うの部分、うってね、ちょっと上げていきましょうか。あうーみたいな感じで、うって上げていく感じでいきましょう。いこう。乗せるために俺たちでね声出していきましょう。よろしくお願いします。じゃあですね、今日の相手琉球っていうことで、アウェーでね、今シーズンの敗戦が琉球だったのをみんな覚えてると思います。で、琉球、アウェー行った方どれくらいいるでしょうか。何人かいらっしゃいますね。やっぱり琉球行った時思ったのがね、やっぱ独特の雰囲気っていうのはありました。やっぱりね、南国の方で気候とかも変わってましたし、スタジアムもね、このスタジアムと同じぐらい、それよりちっちゃいぐらいな雰囲気でした。で、そのせい雰囲気っていうのは本当大事だと思います。その雰囲気でやられてしまって負けてしまったのかなっていうのもあると思います。でね、今日は俺たちのホームです。みんなのね、サポーターの力、ホームの力、ホームの雰囲気っていうのをね、しっかり作っていきましょう。まずね、声出して、そこからやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。で、ごめんなさい、ちょっと喋り長くなっちゃうんですけれども、先週の日曜日、試合の後にですね、僕ちょっと集まりの方行って、長谷部監督と、ちょっとお話しする機会があったので、喋ってきました。それでね、後半戦に向けて、サポーターに向けてっていうメッセージをちょっともらってきたので、皆さんに伝えようと思います。まず言ってたのがですね、まずちゃんと作ってくれてありがとうということでした。やっぱしっかり声聞こえてたみたいで、そのちゃんと作ってくれてありがとうございますっていうのと、あといつも本当に声援していただいて本当にありがたいチームの力になってますということでした。で、お願いしたいことっていうのがありました。チームの雰囲気ですね。試合の中で、やっぱりゴールに迫ってくるシーンっていうのはみんな必然と盛り上がると思います。コーナーキック、フリーキック、チャンスの時っていうのはやっぱり、みんな盛り上がって声も出てるし、メインスタンドからの手拍子っていうのもすごい聞こえてくる。それはどんどんもっと欲しいそうです。もっと、盛り上げてほしい。得点の雰囲気、その雰囲気をどんどん作ってほしいということでした。で、逆に、失点するシーン、失点の時とか、あとはやっぱり試
試合を通してミスとか出てきます、雰囲気悪い時、頑張ってるけどうまくいかない状況っていうのは必ず、試合の中で出てくると思います。その時に俺たちサポーターの声で選手をもっと、勇気づけてほしい、俺たちの声で雰囲気を変えていってほしいということでした。今ねここにいるサポーター、バックスタンドの、サポーターがほとんどだと思います、もちろんね、バックスタンドだけじゃなくメインスタンド、これもねどんどん巻き込んで、やっていきたいと思います。でねメインスタンドできるためにはまずバックスタンド、これがしっかりできてないと伝わるものも伝わらないです。そこをね俺たち、今日来てくれてる、サポーターでしっかりやっていきましょう。よろしくお願いします。でピッチで、チームを引っ張るのは監督で、サポーターでねみんなを引っ張るのはコールリーダーをはじめ俺たちとかコアの団体だと思ってます。それにみんな引っ張るからしっかり残りのシーズン俺は優勝を狙いたい。 J1 昇格したいけど J2 優勝もしたい。その気持ちにみんなついてきてほしい。俺は前の試合のサポミの時優勝したいって言ったんだけど、その時にあるサポーターからいや俺は2位でいいですって言われた時がねすげえショックだった。だから優勝したい俺は。みんな残り20試合ついてきてくれ。やろうぜ、戦おう、やろう。じゃあ水戸の誇りをねしっかり胸に歌って、この後キーパー迎えていこう。行くぞ。